で、こういう人たちが紅白歌合戦にそのうちの所属のね、例えば歌手の A を出してくれということを誰に言ってくるかというと、ここに来るんですよ、天貝さん。天貝詣でというんですけどね、帰りのコンビニでですね、 NHK 紅白歌合戦の文字を見かけまして、あと有働由美子というですね、NHK の女子アナが結婚のスクープなどが載っていまして、ちょっと今思いつきでというか、僕日頃ね NHK の受信料のことをばかり説明をしているために、立花さんって NHK の営業職員だったんじゃないかと、このように誤解されている方というか、そのように思っている人が大勢いらっしゃると思いますので、そうではなくて、私は NHK の報道やスポーツがメインでですね、その中で紅白歌合戦についても私は相当ですね、食い込んで仕事をしていました。紅白歌合戦が問題だと、まずね、こんな NHK の紅白歌合戦なんか見て喜んでる場合じゃないんですよ。裏側をまず説明をしていきますと、紅白歌合戦で一番問題なことは、出場する歌手をですね、全くもって国民視聴者の皆さん聞いていないことです。普通はですね、国民の声を聞きますと言ってるわけですから、大晦日に放送される昔は 80%、 今どうなんでしょうね、 40% か 50%、 それでも視聴率あるんでしょうか。こういう番組は国民からプロ野球のファン投票のようにですね、今年誰の歌が聴きたいですか、どんな曲が聴きたいですかと、やはりやるべきなんですけどね、それやらないんですよ。仮にやってたとしても参考にしていません。どういうことが問題になるかっていうと、紅白歌合戦の出場歌手を決めるっていうのはどういうシステムでやってるかということなんですが、これ僕が行った時のですね、平成16年ですから、今からもう14年前、2004年の体制なんですけどね、芸能部っていうところがあって、部長がですね、天貝さん。芸能部っていうのはドラマ部と歌とかやるタレント、まあそういう芸能の中にも2つドラマと、まあ、音楽っていうかね、音楽番組が分かれるんですが、そこのトップが天貝さんというんですね。部長と同じぐらい偉いのが並木さんというエグゼクティブプロデューサー、そして2億円愛人に貢いだということで、週刊文春の中村龍太郎さんという記者にですね、はばかれたのが磯の当時チーフプロデューサー。まあ部長の下、これチーフプロデューサーの会社で言えば課長みたいなんですね。部長の下の課長ですね。で、彼が2億円のですね、お金を横領したということで、捕まったということで、これが NHK の、まあ、始まって以来というか最大のスキャンダルなんですね。で、僕はこの事件の調査をする立場の仕事をしておりましたが、まず紅白歌合戦についてちょっと簡単に触れるとですね、芸能プロダクションは NHK の紅白歌合戦に所属している歌手やタレントを出したいわけなんですよ。もちろん紅白ですから歌合戦ですから歌手がメインなんですけども、歌手だけじゃなくて審査員の方にですね、女優さんが出てきたりとか、スポーツ選手が出てきてますよね。今 YouTuber なんかでも芸能プロダクションに所属してる人がいっぱいいます。で、この芸能プロダクション、A 社長、A 会社の社長、B 会社の社長、いろいろいるんですよ。それぞれに、歌手やタレント、スポーツ選手を、まあ、抱えてるわけですね。で、こういう人たちが、紅白歌合戦に、その、うちの所属のね、例えば歌手の A を出してくれということを、誰に言ってくるかというと、ここに来るんですよ。天貝さん。天貝詣でというんですけどね。また天貝さんっていう人は、NHK の中で力があると聞いていますが、この社長がですね、直接働きかけるわけです。僕も実際これやってるところですね、渋谷の、高級なね、喫茶店で見かけたことがあります。紅白の決める頃ですから、10月ぐらいですかね、あれ、もう5年ぐらい。この人が、各プロダクションの社長とか偉いさんと面談をしてですね、まあ簡単に言えば、お金をどれだけもらえるか。金と女なんですよ。お金がくれるのと、女性の体を提供してくれるプロダクションの歌手を、まあ、紅白歌合戦に出場させると、こういう流れなんです。汚いでしょ。もうこれだけで汚いと思いませんか。どのプロダクションの歌手ね、もちろん A にもここにも歌手いるんですよ。で、これ歌手みんな紅白出たいわけですよ。 B、C、
なぜ紅白出たいかっていうと、紅白歌合戦に出るとですね、その後の営業がすごく高いお金もらえるわけです。2代目を出すと、例えば香西かおりさんという人ですね、K の会長主催のパーティーをですね、僕は5年連続で仕切ってました、NHK の21階の大会議室をですね、いっぱいね、お酒と食事の屋台を作ってですね、スポーツ団体の、まあ、会長とか副会長とかをお招きするんですが、スポーツ団体って実はその多くが政治家なんですよ。そのトップが、例えば麻生さん今副総理ですよね。麻生さんはライフル射撃のですね、協会の会長であったりとか、もう一つバスケットボールのですね、日本女子バスケットボールリーグの会長なんかもしてます。もう思いっきり政治家とつながってるでしょ、ね、それ以外にも例えば陸連は河野さんですね、森喜朗さんですね、元総理大臣、トランポリン協会の会長。僕はその国会議員を呼ぶために、実際国会議員を呼んで NHK のための仕事をしてほしいというか、予算を通過させてほしいからやってるんですが、タイトルがですね、 NHK の会長が国会議員を NHK に呼び寄せて食事をもてなすなんてことはできないので、アマチュアスポーツ新春懇親会という名前のもとに、いつも1月の10日ぐらいですね、そんなことをしてたんですが、その時の仕切り役が全部僕だったんです。5年続けてやりました。で、そのパーティーの司会役が、冒頭言った例えば宇藤由美子がですね、総合司会をしたりとか、そういうことを僕が全部仕切ってたんですよ。紅白の出場歌手の決め方について、お金はどこのプロダクションも結構出すんですよ。問題は女なんですね、もちろん女性大体ね、売れないタレントがターゲットになります。それぞれのプロダクションに所属している、ね、そろそろ肩叩かれるわけですよ。サラリーマンは肩叩かれると、まあ、リストラとかそんなんなんですけど、売れないタレントはね、そろそろヌードになれよとか、そろそろ AV に出ろとか、誰々プロデューサーに抱かれてこいとか、こんなのはね、嘘のような、これ本当の話です。で、僕も昔芸能人の女の子と売れないタレントと実は付き合ってたことがあります。で、その女の子が急に映画の仕事でですね、結構いい役を取ってきたんですよ。で、最初はまあ良かったねとかって言ってたんですけど、よくよく映画を、まあ、台本もらって僕も一緒に稽古してたんですけど、こんな役取れないなと思ったんですよ。お前もひょっとしたら体使ったんちゃうかと聞いたら、黙ったんで、体を使って役を取ってきたんですね。で、それはもうね、芸能界にいたらある意味当たり前です。皆さんがどう思ってるか、信じるか信じないか皆さんにお任せしますが、もうね、芸能プロダクションなんても金と女の世界で、まあ肉弾接待6万中ですよ。こういうものをですね、たらふく食べてるのが NHK の芸能関係者なんです。で、僕はお金は結構もらいました、実際ね、 NHK の職員時代。だから僕は全然潔白な NHK の職員やってきたわけじゃなくて、下請け会社からお金はいっぱいもらってきました。でも NHK 職員って公務員じゃないから、取引会社からお金をもらっても賄賂に当たらないんですよ、ちなみに。だから NHK の職員はね、その悪いと思ってないんですよ、そういう接待を受けることが。で、まあこのプロダクションの、ね、売れないタレントの女の子とセックスしましたとか、その芸能プロダクションからね、高級な時計をもらいましたということで、じゃあこのここの事務所の A 社の歌手の A さん、まあ、を使いましょうかって、こんな形で決めてるんですよ、紅白の出場歌手って。それはね、NHK 側からお願いして、出場してもらう人もいますけど、中にはね、なぜって思う出場歌手いるでしょ、なぜこんな人とか。それはもうほとんどこれなんですよ、ね、何年間も連続で出場してる歌手とかもいるじゃないですか、そんなヒット曲も出てないとかいうのはもうこの流れなんですよ。で、プロダクション特に表になってくると、もう上の方の歌詞をとにかく出しておいてですね、で売れないタレントを、まあ、女の子をですね、こういう人たちに体を打ってこいと、もうセックスしてこいということで、やるというようなことが未だにあると思います。少なくとも僕がいた13年ぐらい前までは金と女で紅白の出場歌手を決めてたっていうのはもう間違いない話なんですね。